はい、始まりました。今回も開封動画です。エレコムのですね、節電エコスイッチ USB ハブっていう、まあ、スイッチ付きのハブですねを買ってまいりましたね。このハブ付きの、スイッチ付きのやつね。まあこれなんか店で見たら1000円だったんで、あ、安いなと思ってこれですね。まあなんで今更ハブなのかというとですね、まあこちら見ていただくと、ここにあるんですけど、まあ僕の今使っている、このスピーカーなんですけど、スピーカーが USB 接続で、まあ電源もパソコンからということで USB で接続されているんですけど、で、これを接続したまま、こちらですね、ヘッドホン、この赤いケーブルがヘッドホン端子なんですが、こちらを、パソコンのイヤホンジャックに挿すと、挿しているにもかかわらず、こちらの電源を落としても、これが認識されないんですよ。なぜか。で、このサウンドカードというか、この機械に挿しまして、USB の方に、まあ、ヘッドホン端子を変換して、こちらをパソコンにつなぐと、こちらが優先されて、こっちが全然機能しないんで、ヘッドホンとスピーカーを、まあ、使い分けるときには、今僕はこれを挿したり、抜いたりしてやっているんですけど、まあ、それが非常にめんどくさい作業なんですよね。なので、今回はこちらのスイッチ付きのハブを買ってきて、このスイッチ一つでヘッドホンと、スピーカーを使い分けようということでこちらを買ってきました。なので、まあ、早速開封していきます。まあ、説明書はいらないよね、ハブだし。ということでこれハブやね。ここが非常に短いんだけど、多分10センチもないぐらい、10センチぐらいしかないんですけど、あとはここのスイッチやね。引っ込んだり出たりするやつになります。まあ、USB2.0 ですね。 3.0 はちょっと高いんで買えないんで、こちらを買ってきました。で、つけていきます。はい、ということで今この USB のハブを設置し終わったんですけども、これですね。今、この青く、白く光っている方に、この、スピーカーですね、繋がってます。で、こちらがヘッドホン端子を、USB に変換して繋いでおります。で、このボタンを押すことで、ヘッドホンとスピーカーを切り替えることができますね。まあ、このスイッチはこうやって押すと白く光るので、まあ、どこに、今どれが繋がっているか一目でわかることができますね。はい、ということでなんですけども、こいつ自体に、まあ、電源がついてないので、まあ、繋げる機器は、最小限にしか繋がらないんですけど、今撮ってるこの USB、ウェブカメラの端子はこいつに繋がってるんですけど、こいつは電源が供給できるハブなんですけど、こちらでやると起動ができませんでしたね。電源が足りないらしいです。多分。はい。まあそこが失敗でしたね。やっぱりこの電源付きの方を買ってきた方が良かったです。なので今僕はこのハブを2台使って、まあ8ポートもある。なんか無駄な USB ハブになってしまいました。ということで、まあ、今回はこちらのエレコムの節電のエコスイッチハブの開封動画でした。ご視聴ありがとうございました。